B7000 型はベルギーの首都ブリュッセルで路面電車をはじめとした公共交通機関を運営するブリュッセル首都圏交通がかつて所有していた電車。アメリカ合衆国で開発された高性能の路面電車車両である PCC カーの技術を導入して製造された車両である。第二次世界大戦終戦後、ブリュッセルの路面電車網は変電所の増設。 車両の改造、一部路線の地下路線化をはじめとする近代化が実施されたが、その中で最も革新的な施策となったのは、アメリカ合衆国で開発された高性能の路面電車車両である PCC カーの導入だった。電動機の軽量化を図った直角、カルダン駆動方式、スムーズな加減速を実現させるための多段制御の採用、運転室で、 速度制御に用いる足踏み式ペダルなど新たな技術を多数導入した PCC カーはアメリカ合衆国の路面電車運営事業体や鉄道車両メーカー、機器メーカーが参加した電気鉄道経営者協議委員会によって1930年代に開発されたもので1935年に会社組織へと再編された TRC のライセンスに基づき 翌1936年以降各地の鉄道車両メーカーによって量産が開始され、アメリカやカナダで大成功を収めた。ヨーロッパでもその実績は、第二次世界大戦前から高い注目を集め、戦後初期の1946年10月に、ベルギーのアシックとバンドは TRC とライセンス契約を結び、翌1947年に製造された試作車は、 ブリュッセルやリエージュで試運転が行われた。そして1950年、BN はアシック製の手電動機やアメリカから輸入した WH 製の制御装置、セントルイスカーカンパニー製のボギー台車を用いたブリュッセル向けの PCC カーの受注を獲得した。これが T7000 系である。車体は片運転台式で右側側側面に3カ所の乗降扉が設置されていた。 デザインは T7000 系の製造に先立ち1949年に試験的に車体更新が実施された5018を元にした流線系の構造を採用した。台車は前日の通りセントルイスカーカンパニーが PCC カー向けに開発した B-3 型台車を用い、BN 社の工場での同型台車の生産も実施された。 1951年から1953年にかけて心臓車両である一時車が1956年に二次車が製造された。1957年から1958年にはブリュッセル万国博覧会に向け三次車が製造されたが製造費用削減のため1957年に廃止となったアメリカのカンザスシティの路面電車で使用されていた。 PCC カーの台車や電気機器が流用され、1970年から1971年にかけてもアメリカで廃車となった PCC カーの台車や機器を用いて最終造備車となる4次車が作られた。また、1958年にはハンブルク市電向けに製造された1951年製の PCC カーを譲り受けし、車両番号を7000に変更した上で、 営業運転に投入している。以降、T7000 型はブリュッセル各地に敷かれた路面電車路線や1969年に開通した高規格の地下路線であるブリュッセルプレメトロの各路線で使用された。車両限界が狭いブリュッセルに適したデザインも高い評価を集め、百六十二年以降製造された連車に加えて既存の二軸車の更新時にも 同様のデザインが用いられた。終電装置は1時車から3時車はポールを用いていたが、プレメトロ開通に伴いパンタグラフが併設され、その形態で導入された4時車も含め1976年にポールは撤去された。1990年代には塗装変更や座席のモケットの交換、全消灯や微灯の変更を含むリニューアル改造が行われた。一方、 三次車については、他社と異なりクラーク製の B-2 台車を使用していたことから1980年代までに早期廃車となり、他の車両も老朽化が進んだことで2000年代以降は、朝廷小電車である T3000 型や T4000 型への置き換えが進んだ。そして2010年2月12日に実施されたさよなら運転を最後に、T7000 型は営業運転を終了した。 以降は後述する保存車に加え、牽引車やレール作成車など事業用車両として、改造された車両が現存する。2019年現在、T7000 系の保存車両の内動体保存が実施されているのは、以下の6両で、7037及び7169を除いた4両は、ブリュッセル路面電車博物館が所有する。また7000は1995年に、 ハンブルクシデニへ返還された後、1999年以降は、スウェーデンのショルデナシュホルム路面電車博物館で保存されている。ありがとうございます。